はい、中年オタッキーです。チャンネル登録数が1500名を突破いたしました。本当にありがとうございます。今年の初めは300人も行ってなかったと思うんですね。で、まあ、今9月ですけど、5倍になっております。結構な勢いで増えました。自分的にはこんな内容でいいんだろうかって思ってるような内容で作ってるんですけども、まあ、チャンネル登録増えてありがとうございます。本当に嬉しいです。今日はね、カメラプレゼントのね、話をちょっとしていこうと思います。それではスタート。はい、カメラプレゼントなんですけどもね、一応予告したようにこいついきます。非常にね調子がいい、ちょっとね、セルフタイマーが粘り気味ですけど、ちょっと長いよね。でもやっぱり、まあセルフタイマー一応使える。スローシャッターもね、これね、キャノネットはスローシャッターがよく粘って動かなくなるんですけども、あ、今オートか、よいしょ、まあの調子で、何よりね、オートがねしっかり効いてるんですよ。で、このオートがね調子が悪くなってるカメラすごくキャノネット多いんですけど、これ完璧に動いてます。でレンズもね、ご覧のようにすごく綺麗ですし、ファインダーはね軽く清掃してあるんです。でハードケースもついてます。でこのカメラをプレゼントするんですけども、ちょっと延期することにしました。申し訳ない。理由といたしましては、千葉県の、千葉県だけじゃないんですけど、神奈川県とか静岡県とか、まあ、あるんですけどね、その大規模災害が発生してまして、で電気は来てない、ネットもできないっていう人が結構いらっしゃるみたいなんで、で僕の視聴者の方ね、千葉県の方も確認してます。で電気が通ってネットしたら、ネットようやくネットできたら、カメラプレゼント終わったって言うんではちょっとかわいそうなんで、応募もできなかったよみたいな。電気とかネットが復旧しても多分ね、千葉県その災害地の人たちってね、今ねその動画 YouTube どころじゃないと思うんですね。で今回の、カメラプレゼントは、1ヶ月をめどにちょっと延期いたします。ちょっと申し訳ない、早くっていう思っている人もいるかもしれない、もしかしたらいいかもしれないですけど、ちょっと申し訳ない、今回ちょっと延期します。もちろんね、このカメラをプレゼントすることには変わりはありませんけど、ちょっと先延ばしますんで申し訳ない。今日の動画はねそんなわけなんですけど、こんだけこんだけなんですけどね、こんだけじゃつまんない、でしょうからね、師匠からお借りしている、フォトライブのね中田さんから、お借りしているヤシカフレックス、タイプ C 回、で以前紹介の動画を作った時はね、モノクロの写真ね、イルフォードの XP2 スーパー400っていうね、カラー現像でモノクロ写真が撮れるっていうやつで、撮った写真を紹介しましたけど、今回はね、コダックのエクタ100ね、エクタっつっても、前回も紹介したように、カラーネガなんですけど、エクタ100で撮った写真をね、あんまりねいい写真撮れなくてね、ちょっとほんのちょっとだけしか紹介できませんけど、なかなかねその写真撮るのに時間が割けなくて、いい写真撮れてないんですけどね、まあ厳しい条件で撮ってもねいけるんだなっていうね、ところちょっとお見せします。それでは作例どうぞ。作例、いきます。
はい、作例見ていただけましたかね。結構ね、強い光の下で、まあ、順光で撮ってるのが1枚、半逆光1枚、逆光が1枚ですけども、やっぱね、テッサの弾が入ってるっていうのはね、この辺でちょっと出てくるなっていう、その逆光とか厳しい条件で撮ってもね、コントラストが崩れない。やっぱレンズいいですね、テッサの弾いいですね。これなんででしょうかね、国産のレンズってね、ドイツのレンズ超えれないんですよね。ドイツのレンズはね、そのスタートラインからね、ものすごく高性能なレンズ、を作ってたんですね。これ僕が聞きかじった知識ですけど、これどうやらね、アドルフ・ヒットラーさんがね、影響をしてるみたいなんですね。結局レンズ注文はまあ言うたらライフルとか機関銃とか大砲とかの照準器にも使うわけなんですね。で、そのレンズの高性能なものは命中率も上がるというわけで、アドルフ・ヒトラーさんがどうもレンズの開発にね、すごく力を入れたらしいんですよね。僕ちょっと聞いた話なんで本当かどうかは分かんないんですけど、まあありえる話ですよね。で、その時代からまあレンズの性能がぐんぐん上がったっていうのを聞いたことが、ちょっと聞いたことがあります。これじゃあ本当かどうか定かではないですけど、まあドイツのレンズとにかくいいんですね。で、まあ未だにね、その、ツアイスとかね、ライカとか、その辺のレンズにはかなわないなっていう話をよく聞きますよね。まあ今日の動画はね、こんな感じで本当チャラッとした動画になってしまいましたけど、また、1ヶ月後ぐらいにカメラプレゼントが必ず実施いたしますので、少々お待ちください。申し訳ない。それで、まあ、この場をお借りしてね、災害地の方、大変だと思うんですけどね、頑張ってくださいでしかないですね。通常ね、僕らの仕事結構ね、災害地にね、救援物資とか持っていくんですね。熊本地震の時は、九州の、うちの僕の会社が所属してる物流グループの九州の車がね、もうてんやわんやになったんで、私らも応援に行きました。飲料をね、持っていきましたけど、そういうこともあるんですけど、今回は、なぜかね、お声がかかってないんで、救援物資運んでないですけど、またね、救援物資多分持って行ってると思うんですけどね、うちのグループ。頑張ってやっていけたと思います。で、通常ね、あんまり、動画でね、災害の話とかはしないことにはしてるんです。なんでかって言ったら、YouTube の動画でその場で終わっていくには残っていくんで、何年も経った後に今頃災害の話とかいうことになったら、変だなとは思ってるんですけど、今回はちょっとカメラプレゼントが絡んだんでお話ししてますけど、通常はね、その災害の話とかあんまりしないんですけど、今回はちょっとカメラプレゼントが絡みましたんで、こういうことになりました。ちょっとつまんない動画になっちゃったかもしれないんですけど、申し訳ない。来週は結局、ヤシカハーフ行くのか、それともフジカドライブ行くのか、ハーフカメラのね、写真がね、そろそろね、上がってきてます。フィルム代がね、すごく高くなってきてますんでね、ハーフカメラでね、いい写真が、撮れればね、それは美味しいんじゃないかと思うんですね。特にね、このね、ヤシカハーフのね、写真。ヤシカハーフいいですよ。これどこのレンズなんだろうね。もしかしたら富岡が作ってるのかな。すごくいい絵を撮れました。まあ、こうご期待ということで、来週に続きます。それでは今日はこの辺で。チャンネル登録ね。こっちだったっけ。もういい。何回やっても覚えない。チャンネル登録ね。できれば、まだやってない方はよろしくお願いします。他の動画もね、暇なら、見ていってください。それではまた、最後までご視聴いただきありがとうございました。じゃあねー。